はい、こんばんは。一日一食玄米菜食の無精でございます、このチャンネルは一日一食玄米菜食の私が普段どんなものを食べて、どんな生活をしているのか、体調はどうなっているのか、そんなお話をしていますすいません、なんか声おかしいですかね。大丈夫ですかね。で、断食7日目終了でございます。というか終了にします。で、今日はですね、まあほぼ1日家にいたんですけれども、午前中ちょっとですね、サウナ、お風呂、まあ銭湯ですねに行ってきました。で、そこでちょっとね、軽く汗を流したりしたんですけど、ということで、まあただ比較的のんびりとした生活をしていたかなと思います。で、断食7日間の結果です。断食前が 59.3kg で、今日、先ほどお風呂にまた夜自宅のお風呂に入ったんですけど、お風呂に入った結果ですが 54.3kg ということで、マイナス5kg、まあ1週間でマイナス5kg ということで、どうなんでしょうね。まああんまりこう自分は体重が何キロかっていうのはあんまり気にしてないんですけど、どっちかっていうとこのお腹周りですねやっぱりお腹周りの脂肪がかなり減ったなっていうのは感覚としてはあります。ただちょっとね、横に残ってるなんかヒレみたいなのがやっぱり残ってるんですけど、まあそれでもこう前に出ていたお腹は脂肪分は減ったのかなと。だから前回のファスティングから、リバウンドした分を見事に減らせたということで、まずはいいかなと。ただ問題はこれからで、実は、これからですね、回復食といって、まあ、普通食、まあ、に戻すまでの間のこう徐々に胃腸をですね、まあ、いろんな食べ物を消化できるように慣らしていくという期間になるんですけれども、ここでだから例えばいきなりステーキにビールとかってやるとですね、一気にまたリバウンドするので、そこをですねうまく調節しないといけないんですね。あともう一つは、回復期で少しずつまあ食べていく、例えば野菜を煮たものですとか、おかゆですとか、そういったまあ柔らかいものですね、胃に優しいものを食べていくと、実は食べても痩せるんです。中で実は何て言うんですかね、人間の体って面白いもんで、食べないと排泄しないんですね。だからちょっとこの7日間実は大便が出ていなくて、多分その分は腸に残ってると思います。でそれを、押し出すような作用があるので、まあ軽く例えば味噌汁ですとか甘酒あたりから始めようとは思ってるんですけど、でそれで飲んで、明日の朝もしかしたら便通が来るかなと思ってます。で体調に関しては、昨日あたりからちょっと胃が痛いというところがあったんですけど、まあ風邪みたいな症状でもなくてですね、寝てれば治る、横になってれば治るというような感じですので、であとまあ味覚は分かんないですけど、お酢飲んだ時にちゃんとお酢の味と香りがしたんで、まあ、その辺は問題ないかなと思ってます。でもしですね、この動画見て、いただいてる方はですね、そうですね、まあ自粛期間中その外出できないと、まあお散歩とかはいいと思うんですけど、外出しないという方はですね、試しにこの断食、例えば1日でもいいです、朝昼夜抜いてみるっていうのをやってみるといいと思います。ちょっとね、
今までの感覚が変わると思います。朝昼夜抜いただけで翌日の食事が、どういう味になるかっていうのはね、すごいやっぱり感覚が鋭くなるんです。だからこの食べ物はなんか嫌な匂いがする、嫌な味がする、今までは美味しいと思ってたのにっていうのがね、すごくよくわかります。なのでやっぱりね、まあ一回断食やってみると面白いことが起きると思います。まあ健康を維持するには栄養が大事だというんですけれども、栄養というよりかは生きてるものを食べる、やっぱり以前から言ってますように、野菜なら野菜丸ごと、お米なら玄米と、まあ、そのできるだけその生きていたままの状態のものを食べるのがいいのかなというふうに考えています。はい、ということで今日はこれぐらいで、また明日ですね、回復食、まあ、ちょっと今日これから味噌汁いっぱい飲めるかな、わかんないですけど、まあ、お腹の調子を見ながら、お味噌汁飲もうかなと思っています。はい、というわけで以上、無精でした。ありがとうございました。お元気で。